ございます。変わらず、いいっすね。気持ちいい、この見事な。これで車中泊もしたんですか？したよ。この間ツアーの行った時やった。へぇー。ワークマンじゃそれ。ワークマンです。同じよ、ほら。一緒。マジっすか？ほら、色違い一緒。ここにも色します。私、これいいですよね。うん。今、三輪車。もう、色全部色が違う。黄色が。お久しぶりです。久しぶり。お久しぶりです。頭が寝てる。今日疲れた。夜勤忙しかったけど。ああ、明けで大変。俺も昨日仕事すげえ忙しかったけど。久しぶりです、本当。俺も昨日寝たの2時ぐらいでした。そうだよね。デスノート読んでました。で、なんか君がちょうど1年前か。思ったほど重くない？あ、ちょっと入ってはいるんですけど。いや、それでも軽い。俺思ったより軽かった。びっくりした。ちょっと開けてみていい？あ、どうぞどうぞ。ちゃんとロックもかかるし、あ、やっぱ2リッター入るんだね、縦で入りますね。これもいいな。これ何万円だっけ？これ3万6千ぐらいじゃなかったっけ？このサイズ感か、ええな。前持ってたのがこれぐらいだったんですよ、確か。あれ25だっけ？前持ってたの25だった気がします、ね、18とか25とかなんかちょっとかでしたね。で、横幅は全然変わんないんで、うん、あれはどうしちゃった？まだ、あ、まだありますよ、裏。あ、いや、いいですよ、全然。あげましょうか、普通に。いや、一番ぐらいでどうぞ。いや、一番もいらない。お邪魔してもいいですか？お好きにどうぞ。わかりました。よいしょ。どう、これで。ちょ、カツ丼食ってもええ？どうぞ。腹が減った。これいるか。熱量半端なさそうですもんね、それ。どっち向けるかにもよる。あ、これ邪魔か。視界にちょうど撮影するのじゃない。すげえ、撮影のことまで。うん、そりゃ邪魔しちゃいけんじゃん。やっぱ映えが必要なの、映え。まあまあ映えはないより変わった方が絶対。ないよりは。はい。それじゃあいつも。無才を本日の宴会場はこちらです。誰オムニストーブ買ったの？誰オムニストーブ？それもこれ、え、55?56 のでかいね。55今白毛でない。あ、大人気で。57がでかい。え、57が一番小さい。小さい、うん、あ、これ回っとるやん。え、回っとった？回ってますよ。これなんか数字が動いた。じゃあ映っちゃうかもしれない。映ってますね。めっちゃ佐田さんにピントが合っとる。マジか、またか。ダメよ、またかって言ってまた出した。え、しょうもな。あ、ドローンが飛びよる。ほんまじゃん。今あれ農薬撒く仕事もあるらしいですもんね。 あれはね、無線士の資格がいる。無線の資格取らなきゃ。三角じゃダメなんですか？引いたこれだったらちょっとそっち、うん、もう一個テーブル持ってこるか、うん、俺。ああ、それでもいいね。あるなら出せよ。あとこれあんまり道具持ってないな。なんか言うたか、この野郎。じゃあこれが馬刺しでございます。脂肪注入系のね、馬刺しです。美味しければいいんだけどな。よっしゃ、お待たせしました。はい、お待たせしすぎたかもしれません。一人クローズさんだったりして。ノズル乾杯する。ちょっともうちょっとあんたこっち寄りにさい。もうちょっとこっち、これを寄せようか。溶けないね、まだそこまで。あ、だったらあとこれがあるけ大丈夫だよ。あとあれだったらスクリーン持ってくる。あの焚き火のウィンドスクリーン、あれと同じやつがあるけ。では、では乾杯。乾杯。なんか前触れなし乾杯会見。あ、うまっ。
うまいですね。ちょっとカツオンコ俺のわがままだったっけね。佐藤さんやろうやとかっていきなり言い出した。それ馬刺し？馬刺しです。あとちょっといただいていいですか？あ、どうぞどうぞ、もうどんどん食ってください。で、これが馬刺しのタレで、おお、ただちょっとね、うん、あれなんですよ、脂肪注入肉なんですよ。あ、でも関係ないよ、美味しい美味しい。なんでちょっと食べたことないんで、なんとも関係ない関係ない。なんだこれ、どういうこと、うん、最高のステーキとかでよく脂肪が注入しちゃうじゃないですか。あ、でもうまい。でもうまい。そうよね、この間でも佐田さんが、うん、馬刺し持ってきたね。あれでハマったんじゃないの。いや、俺馬刺しもともと好きなんですよ。あ、そうだ。馬もあれだね、買うけど。馬も買うけど、馬刺しも食べますよ。これ借りていいですか？うん、うん、違う、あ、違うか。それ刺身用にしよう。あ、ごめん。これを、これ食べるのに。ああ、ちょっといただきます、ちょっと。じゃあ、料理。出た iPhone。ええやつ。ええやつ。マックス。一番いいやつでしょ？そうよ。ああ、綺麗ですね。綺麗だね。うん。反転した。うん。これ、修正かけられるけね。画像修正。動画カット強いですよね、iPhone は。いや、でも、4K が撮れるけど。綺麗だね。うん。4K が撮れるのすげえ。あと、赤身でこう、縦紙とって一緒に食べるのもね、美味しいけどね。ああ、いいっすね。なかなかでも、縦紙って売ってなくない？売ってない。ね、なんかセットとかじゃないと。うん、期間にはなかったりするないよね、今、うん、あとこれ、萩城からネギをもらったやつで萩城からネギあの、馬刺しに合えば。あざす。あ、美味しい。ちょっと馬刺しもらおう。あ、ね、うん、あ、なるほどね。うん、なんか、この脂肪注入肉のこれぐらいのブロックだったんですけど、これが980円で、なんか、あ、そんなもんなんだ。はい。で、モンゴル産のなんかこれぐらいの馬刺しが199円とかだったんですよ。そっちは本当に加工してないやつ。ああ。俺がこの間持ってきたら、あれ加工なしの、あれ何倍だったの？ 4000 何倍だったの？なんか6パックとかね、うん、なんか結構。ちょうどいいサイズの馬刺しなかなか売ってないですもんね。でっかいやつとか。うん、まあ、久しぶりですもんね。うん、俺がもう年末しかやってないもんね、キャンプ。12月から。うんうんうん、俺結局12月できなくって。去年結局20回しかキャンプでき、20泊。20回もしたんかい。20泊しかできんかった。あ、でも今月はもう一回できるんじゃん。そういえば。やる？やる？やってみよう。俺も全然いいです。出たお時間。しかも毎回始まるのが唐突っすよね。うん、あ、もうやろうやん。うん、またこれ貼るけ。雨降ってもできる。ここでやります？うん、でもこのまま貼っちゃったらいいんじゃない？アホかお前。オーナーさんも喜ぶし。常設で。オーナーさんしか喜ばないですよ。俺は検証も何もならない。例のあれだな。電子タバコ。一応でも普通のタバコを持ってきてるんですよ。あ、そっか、タバコ吸えちゃったんやね、島田。吸います、吸います。だから今、外行くときは、家族とか行くとき絶対これですもん。あ、それだったら子供もそんなに問題ないですね。なんか、日が当たらんと寒いね。やっぱり。よう、遮光しとる。遮光しとる。うん、でも、はあ、日が、何時？あ、まだ4時になってない。いや、そうなんですよ。あ、俺、これ、ありますよ、あと。マークつける？もう一回後でつけましょうか。うん、あれ前教えてもらって、ライト買ったんですけど、めっちゃいいっす。ええだろ、これ。うん。ね、しかもだって、3000円しないぐらいですよね。じゃあ、俺は、こう、真ん中じゃオイルランタンやって。受けるだろう。アホか。ベアボーンズでしたっけ、うん、1万円ぐらいするやつ、うん、あれも考えたんですけど、多分これで十分よ。こっち2個買った方が多分2個だから3個買えるけど、これあそっか、 3個買えるか、うん、また新しいのになっちゃう。何を LED ランタン。いや、これ前から持ってる。そうだっけ。ただこれを3つ持ってるっていうだけ。ああ、さすが変態。でも確かこれお披露目したのは阿武町ぐらい。阿武町じゃないな、どこでしたっけ、萩で行った時。そう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 、そう。だから、そっから多分、詐欺でやってないんじゃないですか。やってない、ね。いや、あの後やってないもん。だからあれ4月ぐらいじゃないか。俺、行かれんかったっけ、うん。あ、そっかそっか。だっけ、それは見るの初めてね。うん。俺全然買ってないから、そういうのが全然。そう言うな、嘘。さっきなんか、スタンドやろって。俺もこれ、椅子も、これ買ったんですよ。これ、サスペンションついちゃうん。じゃなくて、あ、伸びるんじゃん。
あれなんですよ、3段階に調整できるっていう。あ、伸びるってそれ一番な、ん、あ、これが一番、低いやつですね。だから高くできるんですよ。おこれでもマジで、あのどっかでタープとかでバッてできたら最強でしょうね、うん、人幕持ってくればよかったな。人幕かなんか向こうで立てておけば風が抜けないから。でも多分そのテントがあるから全然違いますよ。まあね、それでそっちも塞げや全然違うね、うんうん、そこまでいかないかもしれない。サビでつけようか。これつけてみますか。早っ。もうつける。もうつけます。でも、ま、満タンにしたら10何時間20時間持つんだ。あ、マジですか。あ、これ火の締めた今日。熱くかかってるわけじゃないの。熱くかかってるじゃん。あ、そうか、あったかかったけ。しかしでもお胸バーナーもすごいね、これ大きい。もっともう少し、オムニ、お胸じゃない。出た。オムニってなんか聞いたことあります。オムニってね、お母さんとか。お母さんちゅう。よし、ちょっとね、いやすげえと思ってみんな多分知らんでいいよみたいなと思うけど。ん、お母さんじゃなかったっけな。お母さん、だからお母さんの台所的なやつってことですよね。そうこれ個性があるけ面白いよ。この物によって付け方が変わるけ。物によって個体差がありすぎて。まあ持ち主が持ち主ですからね。癖が強いやつですか。うん、癖が強いんじゃん。でもマジでこれ炊き出しできますね。いや、これ自衛隊が使えるね。え、そうなんですか、うん、だってこれ極端なしドラム缶風呂できるからね、これで。あ、マジですか。ね、これの火力だったら、だって相当普通の、6000とか8000カロリーだよね。8000、これ最大8000カロリーとかだから確か。で、これ別パーツ買ったらこれ2つとか3つとかに分けられる。分けれる。ああ、へえ。なんかほんと炊き出しとかだったらもう大鍋でできるけど、こういう半分使ったよ今。そうそうそう、あとこれ用に寸胴が大きいやつ。ラーメンとか。ラーメン作る。豚骨やろよ。屋台かい。いいっすね、10時間煮込んで。うん。コトコトとね。コトコトね。出来上がったぐらいに呼んでもらったらね、食べに来るんだよ。味噌作ったりしょが買うみたいよ。うん、味噌作りに。大豆にいるのに。俺あの最近料理で、あの梅干しチャーハンが。梅干しチャーハン得意になったんですけど、いや、うまいんですよ。で、今日作ろうかなと思ったんですけど、でもさすがに中華鍋とか震えないなと思ってやめたんですよ。いや、もうこれだったら中華鍋。先に言ってくれたらええな。言ったら面白くないやろ。まあ。そういや、前なんかやるとか中華鍋なんかいいよったよね。そうなんですよ。動画の中でね。はい、これもなんか中華鍋欲しいな、今度。買ってみようかな。なんかいいっすよね、キャンプ場で中華鍋振るって。うん、あ、これが生ガス器です。あれ生が好きなんだけど。これなんで使うの。ここで気化させる系、灯油を。なるほど。プレヒートってやつだ。あ、これダメじゃん。これ悪いでね、これ。ちょっと止めるね、一回。よし、採用。これね、あれ、煙が出たら圧力かかりすぎない。ちょっと一回圧力。こいつね、普通20回ぐらいやるんだけど、この子5回ぐらいでいい。あれ、圧かけすぎると、あ、さっきみたいに煙が出る。生ガスが吹く。あ、また、ダメじゃない。この子、今日機嫌悪いね。火入れはうまくいったの。火入れ昨日やったらちゃんと行ったよ、ね、調子悪いね今日。お来た。あ、でもまだ煙出るか。いや、落ち着いたかな。うん、ちょっとそれぐらいで押す、うん、押さえてちょっとしばらく燃やしていこうか、うん。あ、いい感じになったじゃないですか、うん。来た。オッケーだね、はい。あ、で、出だしたか。そういうの落ち着くじゃろ。うん。うん。ヒートアタッチメント。ちなみにこれはおいくら万円ぐらいなんですか。これが5万7000円。送料込み。へぇ、この1個下のやつだったら何もかも、ね。6万ぐらい。5万ぐらいになる。5万ぐらいか。1万ぐらい安い。おっとけ。なかなか音はすごいですね。
やかましい。今そんだけ暖かいってことですもんね。熱量は。うん。月末ぐらいやるようだと俺チャーハン作ります。おお。タスマさんこれ持ってきてもらった。今度これだったらねチャーハン作るのいいかもしれない。いやいいですよ。火力強いで。俺最近だから本当買ってないじゃないですか。ハンダタープぐらいしか買ってないもん。すいません。スタンレーも買いました。あれ高いやろあの子。5000。1.9 リッターか。どこで買ったの？アマゾンで。いいアマゾン。お近くのアマゾン出ました、ね。お近くのアマゾン。今日も言ったよ、お近くのアマゾンで。もうあれ2年前だもんね。優秀よこれ。これ2000円しないぐらい。え、こっちが1000円でこっちが1500円ぐらいだったかな。あ、500ミリ缶と。2つ持ってると楽かもしれないね。うん。この辺で売ってるとこってあります？アマゾン。いやほんまそうですよ。え、3年前じゃない？お、3年。お、今これ2021年だけ3年前。あ、2021年。ああ。3年前だもんだって。あれ秋？あ、ん？いや、夏ですよ。めっちゃ暑い。暑いの上。あ、でも9月ぐらいだったかも。ああ。8月は多分やってる。9月とか、そのぐらいじゃなかったっけ。だって、だってあの時だったら8月絶対やってないですよ。やってない。だって草津に誰がやるんか。うわストームの普通の富士の上に乗せたらこんなに回らんのに。火力高いわ、やっぱり。すげえ。生よ、生。生のお好きってことですね。それはもうさっきやった。興味すごいあったんだけどね。今度やろう。一人前じゃ辛いかなと思って。いやあれ3、4人前あるんだっけね。あれここに書いた紙まみた。紙まみた久しぶりに聞いた。これがうまいかどうかよ。いやそれもうまそうなんだけどな、ね、俺もワインがあるんだ持ってきとくな。島さん好きよねワインは。パッケージだけで買ったんですよ。美味しそうです。ジャケ買いですか。ジャケ買い山田錦、うん、これですね、オルガニコサンジョベーゼってやって。なんてオルガニコサンジョベーゼ。あの、俺がジャケ買いしたやつ。ジャケ買い、見て見てジャケ。飲んだことないけど。あ、かっこいいねこのジャケ。赤いでしょ。白。あ、赤です。そのなんか見た目がかっこいいなと思って、かっこいい。でもお高いんでしょこれは。ですね、900円ぐらい。あ、そうだ、ミディアムボディか。あ、そうですね、ミディアムぐらいだった。今からいただきます。ありがとう。いや、なんか忘れてるけど、今なんか当たったなと思ったらこれだった。何、ぬくめちゃったの、懐入れて。股間で温める。股間で温める。前だね、変態子。